お金を学べる SNS ポストプライム,ライムこんにちは YouTube の皆さん高橋ダンです速報で日経平均が続落また下がってますねしかもヨーロッパ株が3%急落を昨晩しました皆さん今の はい。日本相場への展望、世界相場展望していきたいと思います。現時点で今4月7日、僕はもとニューヨークのファンドを創設して売却して世界旅して今頑張って日本で YouTube、ポストプライム、テレビ東京にレギュラー出演すると5つの本も書いている高橋段と申します。チャンネル登録、いいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。また実は火曜日にもうさてに出るのでぜひ皆さん見ておいてください。今夜は雇用統計9時半だよ。で、実は雇用統計の5分前からライブをして一緒に有名な YouTuber とコラボ コララボを僕ののチャンネルででで概要欄の方でポストプラムでやりますぜひ皆さん、概要欄の方で僕のチャンネル、ライブを見に来てください。最初の5分は誰でも見れますし、有名な YouTuber と今夜コラボします。僕のチャンネルではライブ配信と一番好きなこういうベストチャートを長期と短期で毎日配信をしています。YouTube で話してない内容、特に今週はこちらのチャンネルで天然ガスが当たりましたし、それと日経平均も当たりました。こういう特殊なチャート、長期でも短期でも聞きたければ、ポスト プライムガーンンのの方で僕のチャンネルもぜひ遊びに来てください無料投稿、有料投稿両方ありますし、ウェブアプリ無料だけでも使えます。特に皆さんメンバーシップ持っている方は25%割引をもらえますし、これから世界初めて金融特化の AI キャラクターをあと10日間ぐらいでリリースします。これをリリースしてゴールドメンバーの方はもっと得点が AI キャラクターで使えるので、今のまま ゴールドメンバーシップを皆さん使ったまま維持しておくのが僕のアドバイスであります。概要欄の方でぜひ見てください。あとこのチャンネルの今日のスポンサーは IG 証券で、こちらの右の画面のリンクを概要欄の方で押せば IG 証券の特別3000コインがもらえますシンク口座解説ですねすでに IG 証券の口座を持っていても例えば家族のために口座を2つ3つ4つでも新しい名義新しい身分証明書新しいメールアドレスでちゃんと登録して申請して承認されたらすぐ3000コインをポストプライムの方から送付します数分間だけしかかからない free money です一番良い証券会社だとまだ思うのでそこも興味あればガーロンの方で IG 証券の方で皆さんこの特別リンクを使ってください So guys, right now the markets are falling 速報ですけど、また日経平均が続落、今日も157円ぐらいと下がってます、0.5%ぐらい。香港相場も今日も1%下がっていますし、オーストラリアも1.5%ですえ。その上にヨーロッパ株がなんと3%と巨大な下がりを昨晩してありますえ。それと昨日は昨晩、米国株の方もダウジョンズ366ドルと下がってます。さてと一体何が起きてるのでしょうか。今日はニュースいろいろ見てたんだけど、多分一番の今日のリスクのリスクで 一番今日下がっている理由はここだと思います。特にアメリカの金利がまた急騰をし始めて、なんとアメリカの2年金利が16年ぶりに一時5.1%台と大きくと上がっています。これは特に利上げが長期化する観測でどんどん上がっています。こちらの右の画面を見るとパウール議長が、はい、ここは前回の決定会合でこれから利上げをもっと、まあ年末まであと2回ぐらいは必要という発言を言っていて、特に今週は 前回の決定会合の議事要旨が発表された。 この議事要紙の中身を入れると、やっぱり非常に相場が思ってた以上に結構、まあ、ん利上げを高めなくちゃいけない、はあの多家的なムードが見えたかなというふうに思えます、まあ。こちらの影響で特に、まああの、それ以外にアメリカの方で昨晩は、アメリカの民間企業は6月に50万人近くを雇用を増やす過去1年以上の最速スピードという ADP の統計が昨晩発表されました、まあ。今夜が雇用統計なのでこれからこ 強い雇用統計が出る。強い。 雇用統計が出ると、ますます中央銀行はもっと利上げをしなくちゃいけない。という警戒感がアメリカ相場でも起きていると思います。それだけではなく、特に皆さん、ヨーロッパ相場でもどんどんといろんな人たちが、まだまだ利上げをしなくちゃいけない。という結構多価的なことを言っています。まあ、その観点でそうですね、今日ちょっと相場のテクニカルも一緒に見ていきましょう。特に今日はまあ日経平均だけゃなく、米国株も見ていきたいと思います。米国株も久しぶりに昨日ちょっと下落が始まりましたね。ここの右のチャートを見て ください今、マック・リーがこのオレンジと青がまたちょっと下向きにクロスした。このマック・リーは面白いんですね。これが今見ているのがアメリカの S&P500 という米国株価指数ですで。これが今、実は7月3日にちょっと上昇トレンドになりそうだったんだけど、これは偽のトレンド。で今、実は下落のトレンドになり始めています。This is a pretty bad signal。今日は1000人ぐらいが今日の朝、下がるという予測をポストプライムの方でしています。 投票率が面白く、まだ7日間では64%でちょっと高いですね、これは。なんかちょっと面白いですね。全然低くなってないです。僕の1週間の予測をこちらの方でしてみましょう。 今日の下落を見ていると、また4350は試すと思いますし、1週間後は多分4300ぐらいまでにはひっつくと思います。予測を入れるとみんなの予測の中央値が見れます。これを見ると、あれ面白い。青の1週間のみんなの予測が1ヶ月のみんなの予測の中央値より、青の方が今上になってます。これみんなの予測の中央値なんですね。平均とちょっと似ている。けど、青の方が上の時には大体これは ウルシグナルですよ、皆さん。This is pretty dangerous. また、米国株は、マックリーが下落トレンド。ウルシグナルナンバーワン。それ以外に、この投票率もまだまだ高い。この緑のチャート。ウルシグナルナンバーツー。それと、この予測のチャートを見ると、青の方が黄色より上。ウルシグナルナンバーツー。 米国株をちょっと危ない状況に見るかなと思っています。はい。皆さん、ちなみにこちらの今使っているツールは全部ポストプライムのゴールドメンバーシップのツールです。先ほど言ってたように、ゴールドメンバーはこういうコインももらえる25、25%割引、それとこういう投資のタイミングができるツールが使えます。例えば日経平均も僕はポストプライムチャンネルで下がるという予測を2、3週間ぐらい前からしていました。でやってた理由は特にこの投票率が日経平均では6月中旬に73%で、ここの右を見るとすごい高かったんですね。この 緑が高い時に売って、で、低い時に買うっていうのは誰でも初心者の上級者でもできるツールだと思います。で、これは特に、まあ、この通知ベルマークを押して、何百名柄にこういう低い時、高い時に通知を設定すると、この緑が低い時、高い時に通知が届くんです。いつ買うか、いつ売るか、教えてくれるんですね。お金を生み出すツールです。こういう僕が作った、ま、ヘッジファンド業界のツール、お金を生み出すツールは通常、まあ、あのね、数百万円とか数千万円ぐらいかかるんですけど、ポスプラムでは全部無料体験 のゴールドメンバーシップ試すことができるので、概論の方でゴールドメンバーシップ無料体験に試してみてください。もし使い方わからなければ、僕のポスプラチャンネルの一番最初の固定投稿の6分44秒から使い方も無料で説明をしてますので、ぜひ皆さん見てください。まあ,あの日本株の方に今日行きましょう。特に日本株を今日見ていると。 ちょっと昨日も言ったように、今はこの七夕天井、えー、天神底という株式のアノーマレーが起きているというふうに、ちょっと昨日も皆さんお話をしましたね。えー、特にこちらは、過去を見ると、特に7月の8日ぐらいから7月末は実は下がる傾向があるというようなものであります。えー、で、こちらのちょっとまあ実績とか見ていると、昨日も少し話しましたけど、特に2000年からこの2019年まで での約19年を見るとやっぱり下落する方向性が少し多いです特に2000年から2012年まではこの下落する方向性がすごく多かったですだけど最近はそんなに下落はしていませんなのでこれはちょっと遅れている覚悟かなというふうに僕は思ってますけど一応まあ、ちょっとまだいろんな方はこれは遅れている昔のものなんだけどまだ一応ちょっとまあ、興味を持っている方が多いように見えます まあ日本株ですね、今日のテクニカル的にも見ていましたけれど、今日経平均もまだここは下落シグナルでマック D と、えー、オレンジはこれはまだ下落になっている方向性が見えます。投票率も45%ですね、この週足を見ると。まあアメリカの道より高くはない。面白いですね。アメリカの方がもうちょっと高いです。えこちらはみんなの予測の中央値を見ると青の方が黄色より上にもこちらもなっています。まあ一応日経平均も全部売るシグナルは満たしているので、 僕の観測だとこちらの方もまだ下がる可能性は十分あるかなと思っています、えー、特に、まあ、日経平均はナズダックと同じくちょっとこういう金利回りには結構敏感であるんですね2年金利がどんどん上がる、まあ、つまりこれってお金を借りるコストなんですね中央銀行がどんどんとこれから利上げをしなくちゃいけないというふうなまあ予測を出すと金利米国の金利がどんどん上がってしまい金利が上がるとアメリカドルでお金を借りるのが難しくなりますそうすると特に成長 株、まあ、いろんな成長株はお金があまりないので資金調達、それともお金を借りなくちゃいけない、そういう場にはコストが上がってしまいます。そうすると、ソックス、まあ、こういう半導体株価指数とか、ナズダックがアメリカの方で下がり、特に日経平均はこういう半導体とか、あのー、もうちょっと製造関連のものと、よくアメリカ株と関連しているので、その影響でも下がっているように僕は見えるかなと思います。他に今日面白いニュースとしては、日本株の方で、特に個人投資家は、日本株離れに歯止めをしているというニュースが が今日出ました保有比率が9年ぶりの水準であることこれ面白いと思いましてこの右のチャート見てください個人株主比率に下げ止まりの一応兆しという日本語兆し兆しこの日本語合ってるかな兆しまあそもそももうちょっと戻りますと、うんえー、この、えー、と一応チャートを見ると 外国人投資家が金額ベースではどんどん95年から比率としてすごく上がってます。約30%ぐらいですよ。事業会社の方でもえちょこちょこちょこっと下がってますね。日本の事業会社は株に対しての比率がどんどん相場で下がってます。個人投資家もやっぱりこの30年ぐらいでは下がってるんですけれど、ちょこっとだけ頭をこの頃また上げ始めました。はい。昔のね、90年代、それとかまあ80年代、70年代は特に外国人投資家は日本ではあまりいなかったで ですね。特に個人投資家と日本の事業の投資家たちが一番多かった。今は逆に日本のマーケットを支えているのは外国人投資家、特に機関投資家が一番多いんですね。なので特に外国人投資家がやっぱり欲しいもの、特に ROE、利益率にもっと重視しなくちゃいけない。まあ、そのために、まあ、このやっぱり結果を見ていて、特にこの頃やっぱり投資証とか金融庁とか見ると、この頃はこういう、まあ、またまた PBR 改善しましょうとか、えね、こういうようなあの、ね、利益率を高めましょうっていうニュースが どんどんいろんな金融庁とか東証からプッシュされてるのはこの理由ですね。外国人投資家はやっぱりもっともっと日本に投資してほしいという理由であります。まあだけど面白いのは個人投資家がどんどんと頭をこの頃出してきたので。 少しずつこの兆しが見えてきたように見えるのは面白いと思います。まあ、どんどんと日本人の個人投資家たちも、おそらく YouTube とか Postprime とか使っていて、まあ、どんどんと SNS 環境でも、まあ、投資に対しての関連、関心が高まっているかなと思います。面白く個人の保有率が上昇したこの業種を見ると、特に海 <laughs> 運株がすごい人気なんですね。なぜでしょうか、超人気。海運株はめちゃくちゃ動くんですよ。だからこそ多分人気なのがよくわかんないんですね。これすごい すごい人気なんですねだけど人気じゃないのが例えばこの下にある銀行が全然人気じゃない、まあ、僕はここは大間違いで実は銀行はここから数年間まだ2倍上がると思います数日前に YouTube も出したのでそこをぜひ見てくださいあと今日日本の相場で見ているニュースとして面白いと思ったのはうんそうだね、まあ、あとは日本の方ではここの5月の実質賃金は14か月連続で一応下がってる減少してるっていうニュースがまたまた出てしまいました基本給が28年 ぶ,ぶりの伸び率になっているということです。この右のチャートをご覧になってください。実質金利、実質金、実質賃金はマイナスの縮、えー、何これ、縮縮縮っていうのかな。ああ、よく日本語が読めんけど。 実質賃金がまだマイナス1.2%という風水準に5月で出ました。このマイナスが続きてきたのは2022年からずっと1年半ぐらいマイナスであります。名目賃金はどんどん上がってるんですね。2.5%上がってます。だけど実質賃金の方は上がってはいません。えー、これ、職定内給与っていうかな。これどうやって計算するんでこれ青の方がどんどん上がっているのは、これは結構、まあ、ポジティブかなと思っています。はい。この職定なんとかなんとかが上がってるということは、ちょっと後でここも僕も調べない なくちゃいけないと思いますけれど、まあ、一応これ、名目の方、実質インフレを一切物価指数を、まあ、一応入れていないみんなの基本給はどんどん上がっていることは、まあ、一応ポジティブだけどまだ、うん、まだ、あ、物価とは、物価とはまだまだ完璧に一応追いついていないということですね。だけど、多分この物価指数というものもどんどんと多分下がってくると僕は思います。物価指数がどんどん多分下がる理由は、今日のニュースもたまた見たんだけど、特に5月の消費支出もまた4% 原因になってますす3ヶ月連続マイナスですねなので、どんどんと物価が高いので、消費者たちも買い物とか消費者たちの消費が今どんどん下がっているので、これってやっぱりサイクルですね、物価が高くなりすぎると、消費者たちはそんなに消費しないので、また物価が下がるので、このやっぱり物価指数の上昇率も日本では、まあ、ある程度、どんどんとこれから安定してくるのではないかなというふうに僕は思っています。 でこの ADP レポートが昨晩出てすごく強かったです、で特にこの、まあ、テーラールールを作った、えー、ジョン・テイラーさんも言ってるんですけど、やっぱりこれからまだ利上げはもっと必要であります、えー、物価指数と比べて、この今のアメリカの金利は低すぎるというルールになるので、こちらを聞いている方は、特に中央銀行では結果、人気な経済学者であります。 え、あとはそうですね。今面白く、まあ、Twitter と、まあ、Meta がどんどんバッシングをし合ってますね。え、Twitter っていうのが、まあ、この頃ちょっとツイートの数を制限するとかね、いろいろ有料課金を出しましたとか。で、Meta の方で Threads っていうのをリリースしましたね。これが話題になってます。僕もちょっとだけ触ってみましたけど、なんか特にそんなでかいものじゃないかなって感じがしたんだけど、今、ワイワイみんなが触ってます。で、面白いのは特にこれがリリースされた直後に Twitter の方では、実は Twitter の弁護士が Meta に対してこれから提 をするかもししれなないいいととうことを言いましたのでなんかちょっとここは <laughs> なんか裁判って日本でほとんど起きないんだけどアメリカの方だとこれも挨拶程度なのでちょっと挨拶程度の裁判をしてるように僕は見えます。 そ本当の裁判に多分怒らないと思います。ただちょっと怒ってるだけだと思っています。あとそうですね、今日見てみると、まあ、サムソンっていう巨大な巨大なね、サムソン会社の方でも、えー、まあ結構でかく売り上げ、特に営業利益率が95、6%と下がったということであります。はい。まあ、だけど株価にとってはそんなにでかい影響がなく、これはほとんどみんなが予測していたコストだと思いますね。でまあ、まずここ ECB の方でどんどんといろんな、えー、まあ、議事の人たちが、えー、理事の人たちが、あの、まだまだ利上げ 上げは続けけななくちゃいけないととてもとても強いタカ的な発言を言っているのでこの影響でヨーロッパ株が3%昨晩下がったのは本当にびっくりでありました。えーね、あの特に世界相場を見ていると一番昨晩下がったのはヨーロッパ株ですよ。3%ですよ。That is a big, big move. なのヨーロッパの方でも売りが一応先行されているようです。皆さん今夜は先ほどリマインドしたように雇用統計が日本の9時半に発表されます。アメリカの方雇用統計。でかいニュースで結構相場は動くのでぜひ 僕のライブ配信も雇用統計の5分前から9時25分にガイロンの僕のポストプライムチャンネルで始めるのでぜひ見に来てくださいで。特に皆さんこちらは先ほど言ったようにえ、まあ、このメンバーシップをポストプライムで持っている方これから世界初めての AI 特化 金融特化の AI キャラクターをリリースするので、ゴールドメンバーシップは今のままに維持しておいて使い続けた方が良いと思います。いろいろと特典はメンバーシップの方がもらえます。Thank you so much. また今夜のライブ、特別有名ゲストと、はい、雇用統計、今夜見に行きましょう。ありがとうございます。お疲れ様です。これからも YouTube チャンネル登録、応援よろしくお願いします。